今日は伝統的アシュタンガヨガスタイルの太陽礼拝 A を2回やっていきます。マットの前方に立って、両足裏でしっかりマットを押せる位置を探します。お腹の下あたりの丹田に力を入れてください。両手を回し上げて上へ、吐きながら前屈。半分の前屈、アルダウッダーナーサナから、深い前屈、ウッダーナーサナ。右足大きく後ろへ、左足も大きく後ろへ。プランク、板のポーズ、頭からかかとまで一直線、お腹引き込んで、肘を曲げてチャトランガ。上向きの犬のポーズ。目線は斜め上か正面を見てください。コアを使いながらダウンドッグに移行します。背中まっすぐ、お尻天井に突き上げて、かかとは浮いても構いませんので、少しずつマットに近づけるようなイメージを持ってください。ここでしっかり呼吸します。右足一歩大きく前、左足も前、半分の前屈から、また深い前屈、背骨一本一本積み上げて起きてきます。反対側行きます。手を胸の前で合掌。手を回し上げて上、ウールドバハスタアーサナ、吐きながら前屈。息を吸って正面を見て、また吐いて深い前屈。次は左足一歩後ろへ、右足も揃えてプランク、板のポーズから、お腹しっかり引き込んで前に滑ってチャトランガ。上向きの犬のポーズ。ここで息を吸って、吐きながらダウンドッグ。体で三角形を作っていきます。尾骨を天井に突き上げるイメージ。ダウンドッグを少しウォークさせて、太ももの裏をしっかり伸ばしていきます。呼吸して、鼻から吸って、鼻からゆっくり吐いて。左足を一歩前。右足も前に揃えます。半分の前屈からまた深い前屈。背骨一本一本積み上げて起き上がってきます。胸の前で合掌。今日も一日笑顔で元気にお過ごしください。毎日続けることで体質改善が期待できます。